さあ、はい、おア疲フれ。ターサロン。なんか久しぶりですね。ねえ、そうでしたね。まあ、思ったよりスムーズにいきましたね。ええ、ちょっとなんか、ほっとした感じ。もっとした感じ。はい。はい、トラブルなく最後までちゃんと配信できてたみたいなので、よかった。ああ、最後、あれですね、思った以上に長く配信されてましたね。あ、なんそうか、でした。カットしてもいいくらい。ああ。カットしてもいいかもしれないですね。最後なんか、きっちりはい、ね、大丈夫頭でしがたちょっともしかしたらカットしてもいいかもしれません。ね。もうね、結構長く、冒頭部分は残ってるかもしれない。まあ、あ、いいかな。ちょっとまた考えます。はいはい。では、早速アフターサロンやりましょうか。ねはい。え。松田先生、やん？っぱりあれですよね。お元気ですよね。今日のもかなりのボリュームがあったし。そうですよね。なんか練習されたというのも私、そうですよ。攻撃できないしさ。そう。発表の練習なんて私したことないですよ。そうですか。ね、いや、昨日、勉強会でね、話をしたんですよ。ああ、そうですか。で、時間測ってくれって言ったんですわ。ああ、それはいいですね、なかなかね。いや、時お間もだから大体予定通りだったんじゃないですか。ー。うん、そうですね。はい。1時間かかるっておっしゃってた1時間だったんじゃないですかね。うん。あれぐらいでよかったかなと思いました。はい。じゃあ、まあ、コメントも来てますので、またやりましょうか。いいですか？共有しますね。はい。また。じゃあ、また、例のごとくやっていきます。YouTube ライブチャット欄。お邪魔したのでよろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。まあ、ね、いつもの方がいっぱい見ていただいてますね。聞こえていま、回す、言ってくれてました。こんにちは。よろしくお願いします。ですね。しってのきますよ。し。もう、ここで気づいてましたね。お、サイガさんって僕の同級生なんやけど、ああ、そうなんですか。よろしくお願いします。高校のね。あ、そうですすか。ごい。後でコメントいただいてますかね。はい、ライブのタイトル83ですが、お、84話ですかね。はい、そそのんな通まり。だ直してない その時直したらまずいかなと思ったあ、んそうで、ですよね。それ後でで厳直ししておきたまね。す。えはい、皆さんよろしく。これ私からね、おめでとうしますと。で、ここから、まあ、松田先生講演ですが、え。うん。戸田さんですね。宇宙の時代を分けると加速してないですね。割と先見な感じがしますと。加速する知性は何か役割を持つのかもしれませんね。と言って、その後、すいません、乗数でしたってあるんで、おそらくこの線形っていうところはあれですかね、対数グラフだったんですかね。という意味ですかね、ここ。数字で書いてたんじゃないですか？グラフじゃなくはて。い。まあ、そういうコメントです。まあ、何かあったら、松田先生、言ってくださいね。はい。ビッグバン以前やマルチバースについてどう考えられますか？そうそう。ここはまだ考えてないですね。ああ、いちょっや、とこれ。私はだから、なんかあると思いますけどね。なんかね、まあ、そう、以前関も係ますず。る、マルチバースっても関係するんですかね、AI の、このシンギュラリティいに。や、シミュレーション仮説ってあるじゃないですか。ああ、はい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 。今度も私はあれだという気がしますね。中は。またそれはそれ多で。かれ少なかれ。なるほど。うん。まあいいですか？それについてより深く突っ込まなくても。まあ、時間かかりますよ、そこ、そうですね。喋り出すと。まあ、シミュレーション仮説はね、前にも話したことがあるので、また、そういうことも絡んでくれば話したいとは思います。水分子が渦を作っているとき、渦同士がぶつかることでそれぞれが影響し合いますが、それはマクロからミクロに影響を与えるといえるかもしれませんね、と。まさに、流体力学的な話ですけど。まあ、ね、渦っていうのはよく、流体力学でどう扱うかっていうところが非常に、シミュレーションでね、問題になるので、まあ、その時もやっぱりマクロとミクロって問題ね、いつも出てきますよね。どう捉えるかと。いいですか、松田先生。特になんか。で、普通はね、普は通い。はミクロがマクロに影響するんでね、マクロがミクロに影響するってことは、普通は。いやいない。や、わかりません。わかりません。これなるほど。はだけど、あれですね、マクロがミクロに影響を与えている例というわけじゃないような気もしますね。ミクロだけで計算できる例な感じいもやしいや、ミクロじゃマクロだけで、で、渦同士がぶつかるとどうこうなるっていうのは、これは流体力学の話やからね。で、これはマクロの法則で説明できると僕は思うけどね。ます。うん。ああ、いやいや、マクロだけで説明できるのはいいんですけども、マクロがミクロに影響を及ぼしてるわけじゃないですよね。と思いますけどね。なるほど。マクロがミクロに及ぼす例っていうのはどっかにあるんでしょうね、きっとね。あるんですかね。いや、わかりません。うん、ああ、いやいや、あれですよ。
魅力でしょ。人間の愛とかそういうのはこう影響しますよ。社会からこう個人に影響するってことそう、ですか。我々の気持ちっていうので、結局、電子文章を動かしてるようには見えますが、実はそれは決定論というのもあって、もともと、誰かに魅力を感じるみたいな人の心の現象も実は分子レベルで決定されていたという可能性もありますね。よく考えたらね。結構これ深いコメントなんですね。マクロああ。だけどね。まあちょっとまた、考える時間があればいいなと思います。次行きましょう。複雑系の進化のお話にシステム論の層の捉え方を加えられると思いますが、どうでしょうか。社会学のルーマンの発想であります。知りません、マグロちょっとマわかんン。ないですね。社会学の話なんですね。でもシステム論っていうのは割とね、理系でも一般に出てくる話のように気もしますけど。塚本先生はこの辺ご専門ではなかったですか？いや、ようわかりませんね。そうですか。そわんかりな、ました。違いますね。じゃあまた今度何かあればということで。魅力、面白いってことですね。まあ、今日の面白かったところの一そうつ。ですね。今日はね、新しい言葉が結構出てきましたよね。いっぱい。面白かったです。魅力にしても言語にしても少ないエネルギー量で、他の個体、マクロな集合に影響を与えるところが普通の物理的力の考え方と違っていて面白いですね。異なる時代と捉えるべき根拠かもしれません。面白い、面白い。マクロな。魅力。それはプラトン以来の中世哲学なら自然的傾向性、インクリナシオ、ナチュラリスとしたかもしれません。難しいな。ここは正明さんに解説をお願いしたいと思います。魅力と似てますけど、たった一文字の文字情報で物質の塊、括弧人間のその後の振る舞いが大きく変わってしまうので、情報とは不思議な性質を持っています。なるほど。魅力。情報なんですね、魅力も。合否、採用、不採用。これは何でしょうかいやいや、こういう短い言葉で、ね。人間のその後の振る舞いが大きく変わってしまうってことでしょ？そういうことですか。なるほど。うわ、やっぱりこれ大きいですね。雇用の話は。機械、技術生命の後に来るものは何でしょう。さらにだか進ら、ライむフ3.0の次やから、4.0ってあんのかね？ちょっとよくわかりませんわ。と。そこまで今想像はできないということですかね。その先は。そもそも論でエネルギーとは何でしょうかと。古代ではエネルギーを現実体と呼びましたが、現代ではどうなんでしょう。振動でしょうか。振動ってことはないな。振動もエネルギーでしょうが、何でしょう。まあ、何かするの、仕事をする能力ですけどね。物理学的には。サム・アルトマンが AGI が2025年と言ってることについて、一本動画撮ってほしいですと。ジミーってどジこだ？ミアップルのことや。ジミーアップル。ジミーもなんか意味深にツイッターのプロフィールに2025年って書いてるのよな、なんて書いてあるんですね。2025っていうのが割と、あれですかね。それを支援する人が多いってことですね。じゃあ、松田先生と塚本先生よろしいですか？このリクエスト聞いてみてください。宇宙史の転換点に斎藤さん登場と頑張っていただきたい。登場いただきたいものですけれどもね。あれですよ。松田先生のお話に斎藤さんって言葉が出てきたということをおっしゃってるんじゃないかなと思って。そうですね。頑張っていただきたいと。システムの複雑な振る舞いを総括で片付けるのは避けたいです。ということですね。各階層には独自の法則があるというより、特有の境界条件が加わっていくと考えた方が現実的と。例えば、ソフトウェア、ハードウェアへの総発ではなく、境界条件として捉えた方が適切かもしれません。という意見ですが。いや、この辺の問題はね、僕らの勉強会でさ、この各層、階層の法則性っていうことについて、だいぶまあ、難しいペーパーなんやけどね、ほう。ある階層の中の法則を決めるのがね、エプシロンマシンというのよ。で、ミクロのエプシロンマシンとマクロのエプシロンマシンがあって、で、マクロがミクロから影響を受けるのをね、これをエプシロンマシンというのよ。で、いや、そのペーパー読んだ感じでね、その辺の話はね、徹底的に研究され、いや、もちろん完成してるわけじゃないんだけどね、ものすごく研究されてるのね。
だからそう簡単にね、いや、僕らみたいに素人考えでね、あ、どうこうはなかなか言えないんですが、ものすごく深い分野です。なるほど。そ、複雑系の分野ですか？一瞬。はい。ということで、まあ、総発ってね、我々簡単に使っちゃいますけど、実は、そう簡単なことではないということですね。はい。まあ、また、それもね、どっかで話、お聞きしたいですけれども。ありがとうございます。戸田さんですね。人類がトップから降りる可能性があるにもかかわらず、AI を作ろうとする人類と。人と人との相互作用、括弧恐怖。そこにマスターアルゴリズムの鍵があるのかもしれません。というご意見ですね。よろしいですね、か。トップのね、可能性、降りる可能性があるにもかかわらず、AI を作ろうとする人類。これはね、結局、例えばはっきり言えば、アッシェン・ブレナーとか、あるいはアモデイとか、あるいは何や、まあトランプもそれに入るんだけど、トップから降りる可能性について考えてないのよ。トップでいられると思ってるんですよ。だけどね、トップから降りるにしても、そっちの方が人類にとっては幸せなんだということなら別にいいんじゃないですか、いやい A や、さいいんですけどね、そこまで考えてないわけよ。ん。まあ考えてないという気はしますけまあ、なんとなくわかるような、わからないようなところなんですよね、そこがね。まあ、評だ価か軸ら、が違えばね、さっきのそのウィンウィンじゃないですけど、別にトップからずっと降りてないと思えるかもしれないですもんね。いや、僕はね、だからトップから降りるっていうのは宇宙史的、つまり、ビッグヒストリー的に見ればそういうのが自然の宇宙的な法則だと思うわけよ。だけどね、非常にミクロな視点で物事を見るとね、これを使って自分らがね、世界を支配するんだと思ってるわけでしょ。いいですか？じゃあ次行きましょう。別に AI に法人格を与えればと。あれですかね、まさに会社の話ですかね。AI に法人格を与えろと。だから私もそういう感じのね、法制度自体を変えて、が変わっていくんじゃないかと、もっと手前の話で、というふうなシナリオかなという気もしますね。いや、だから僕は当面ということですわ。あ、そうですね。いや、お話としては 面白いお話でした。まあ、この辺は真面目に AI のね、いる責任とか、そういうの絡んでくる話なので、そうなるかもしれないですね。AGI、ASI の作用は人類のコミュニケーションネットワーク上の相互エージェント様態のような生体個体性を持たないと思います。ブラフマン同様、単一知性様態で作用すると思いますが、どうなのでしょうか。正木さんの。なるまた、ほどうなさい。読みますか？ど。読みますか？ちょっと難しいなという気はしますが、友まあ、崎なんとなく、どういう形になるのかっていうのはよくわからないですけどね。人間みたいな、絶対個体性はない。個体性ね。あ、持つか、わからないですよね。ね。どうなんでしょう。さっきの法人格と一緒で。はい。実態があるのかって話ですね。まあ次行きますね。ナウルよりシンガポールで実験してみたら面白い。なんか、ね、シンガポールはね、もうね、国としてね、確立してるからね、ナウルのような、小さな国の方がいいんですよ。まあ確いかにや、ね。僕は思ってるのはね、人口の小さいところを考えてるわけよ。でね、で、そこにね、まあ、はっきり言えば主権を買うためにはね、国民にさ、金を配るわけよ。そっか、そういうそのの話か。時、だから人口が1万人ぐらいやったらね、全部で1000万やったって、1億やったって、ね、まあなんとかなるじゃないですか。でもシンガポールは小さいと、やっぱり人口が大きいからね。まあ、でも面白いですよね。なんか、世界初の AI 国家が生まれるっていうようなね、ことになります。ナウルってね、あれよね、中国にほとんど買収されたよね。確か台湾をさ、認証から外したんですよね。そういうとこなんですね。いや、だから、金、
でね、サッと食べてほっぺた叩けばね、なんとでもなるんですよ。そうなんでナウすか。ルってどこですか？ナウル。太平洋のどっかでしょ太平洋ですか。う。うん。ええ。まあね、そういう、ね、国あるんでしょうね、いろいろと。わかりました。まあ、あんまりあれかな。複数の AI がある場合、AI が持たされる哲学同士のぶつかり合いになるので、紛争はなくならない気もしますと。一つの哲学だけだと、不確定要素で全滅する恐れもありました。これ、AI がたくさんあった方がいいというようなお話をされたところですかね。まあ、紛争。まあ、わからないですね。そんな AI 同士が争うかどうかみたいなことは、まあ、争う可能性もあるでしょうね。争わない可能性もあるような気がしますけどね。賢いんだったら。どうなんでしょうね。AI 同士というのもあるんですね。AI と対 AI 人類だけではなくて。ちょっとわかりません。人間エージェントは小沢一郎さんの神輿に乗せるのはバカで軽い方がいいですね。というこまとたです。先生の妄想が。まあ、そこう。れね、確かに小沢さんがそういうこと言ったわけよ。その時のね、某首相なんですよね。あ、そうですか。まあ、じゃあ、これ調べれば出てきますね。はい。じゃあ、あまり言わない方がいいかもしれ言ませわない方がいいから言わないけん。わかりまど。した。はい。現在を伸ばす。相対性理論みたい。あ、これは時間のとこ時です間伸ばすかね。話ね。いいですか。精神と時の部屋の中が退屈だと、ジャネの法則で体感時間が短く感じるかもしれません。ですね。だからこう退屈じゃなくすればいいわけよ。竜宮城みたいな感じですね。まあ、それできますね。AI、ASI であれば。はい。マインドアップロードで争い事は仮想空間に閉じてもらうとありがたいですね。と。前向きな競争は残したいですが、哲学的な施策は人と AI が対話する世界とかになると面白そうです。と。争い事も仮想空間だけで。あと平和ですね。ASI の定義にもよると思いますが、ノエシス、ノエセオスのような作用を宇宙自然全体に眺めると、知は知を求めるというエネルギーが情報となる過程にも思いますが、どうなのでしょうか。どうなんでしょね。う。知は知を求めるというのがあるんですね。もう、はい。愛、それは重力。お互いがお互いをと。ですね。はい。愛が重力だったとは。愛が引力なんですね。愛するですか？三位一体論ですねと。お、戸間崎さんがまだ。認識主体が自己認識し、自己概念を解体をコンセプトスする。それの関係、現実体、エネルギー が三位一体である。知と子と精霊の解釈ですが。難しい。難しいですね。宗教的知見が我々にちょっとないので、また本当に教えてもらいたいですね。人間の経営者は責任を取る。具体的に何かあった時に、牢屋に入れられたり処刑して留院を下げるための存在なのでしょうか。まあまあそうかもしれませんね。なるほど、なるほど。だから先に言うとかね、高い給料やるけどね、ひょっとして何かあるかもしれんけど、それはね、確保しといてやって最初に言うとか。言うて。まあまあ、今もありそうですけどね、これね。そういう経営者、トップ。はい。一人で会社を運営できるようになることで、社会的な付加価値をもっとたくさん増やすことが可能になります。はい。どうやってそちらに向けるかを考えなきゃなりませんね。いや、私はこれかなと思ってたんですけどね。これからしばらくの間は。まあ、ただまだ経営までね、譲らないといけないというのも確かに来そうだなと思って、ちょっとどこまで続くかですね、これが。では、だいたいこの辺から塚本先生の講演だったかなと思うんですけど、次行きましょう。AGI の実現と ASI の実現はほぼ同時だと思うと。全体的に平均的な能力を持つっていう進化の仕方はしない気がする。特定の狭い分野でドカーンと人間を超えて、それが繰り返されて全体が塗りつぶされていくイメージ。まあ、そうでしょうね。ほぼ同時だってことなんですね。塚本先生もいいですか？特に特定の狭い分野でドカンと。これですよね。で、普通ね、こういうことが起こった時に、あれができない、これができないとか、他の人は言うわけじゃないですか。だけど、そんなことはどうでもいいよって。まあまあ、そうですね。だんだんこう、自分の陣地がなくなっていくようなイメージですね。
塚本先生の AGI、ASI の定義と同時に NGI、NSI の様態も眺めておく必要があると思います。先生方のように何でも理解できる自然知能 NI もいらっしゃいますが、私などは汎用性全くないですという。あ、N は自然なんですね。ナチュラルナと。チュラルジェネラルインテリジェンスか。そういう言葉あるんでしょうかね。まあ、これはどういう視点でのことですかね。戸田さん、鳥にしても人にしても松田先生が言われたように、素粒子や原子がマクロ化した進化の結果としてありますが、現在の AGI は人間の言語化された知識を吸収したもので、進化の下支えはありません。AI に進むには進化の仕掛けの取り込みが必要かもしれません。ということですが。でもね、人間が作ったんだからね。だから人間が進化の、最後じゃないですか。で、それが作ったんだから、やっぱり進化の下支えはあると言えるんじゃないんでしょうか。ですかね。ですかいね。や、いや、なんともわかりません。まあでも、そうは、あるところまで行くと、本当にもう、自分自身で何かを作っていくっていうこともあるわけですよね、きっと。なので、ちょっと私もわかんないですけども。まあ、こういう視点もね、大事かもしれませんね。自然宇宙の展開過程を情報展開過程として眺めれば、これを展開するための初段階がこれまでの流れだったと考えると、鳥や人間の生物的要素はもはや不要になっていきますね。なるほど。思考期。この言葉受けると思うよ。そうですね。塚本先生何かコメントありますか？反映してほしいですね。ないでしょうし。じゃあ皆さん使ってください。とはいえ、鳥に対する飛行機のように未来を完全に予測し、現在を書き換えることで、知能は高くなくても能力、影響力が高い AI みたいなものができる可能性あるかもしれません。いや、それはそうと思いますよ。なるほど。そうね。松田先生はよく人間的知能と動物的知能を区別してお話しされてますが、そうであれば AGI、ASI の他に、動物的に、人工知能として AAI、そのえ、なんや、アニマルアーアーティフィティシャルインテリジェンデス。ィジェンスですかアーね。ティシャルアニマルインテリジェンインテス。リジェンスか。概念も必要かも。面白いね。そういう AI ができる面かも白い。しれないですね。なるほどね。猫にとっては必要かもしれないね。猫 AI。話し相手ね。なるほど。AGI が教師あり学習では、ASI は教師なし学習というイメージですね。ああ、な対応るすほど。るのかな。まあ、そうかもしれない。確かに。まあ、さっきの戸田さんのとも関係するかもしれませんね。自分、つまりもう人間の手を離れて進化していくということですかね。超人類は大体可能ですから、個人ではなく普遍的な存在ですね。何ですか。人間にとってということを推し進めると、人間中心主義になると思いますと。まあ、考え方がですね。人間はもう将来ももしかして人間中心主義のままかもしれないという、ね、我々そうじゃなくて宇宙主義みたいな、これからはそっちで考えるべきだみたいに言ってますけど、もう永遠にそうならないかもしれないという気がしてますね。なんかあれ、松田先生が言ってた宇宙派、地球派っていうのもありましたね。まさにそれが本当に今、分かれ目かもしれないですね。どっちの視点で考えるんですかっていうことですね。AGI には高い知能が求められますが、生き残る能力は求められていないですから、そこは違っているのだと思います。生き残る意志を持つとかえって怖いような、例えば知性を進化的アルゴリズムに置き換えて、最近のネットワークで実装されると止められなくなります。だけどそれがないとね、こう知能にならないのではないかと昔は思ってたんだと思うんですけどね。だからそれなしでむっちゃ賢くなってきましたから、別にでもいいんじゃないかという方向性じゃないですかね、今はね。なるほど自ね。律性とかね、そんなんもね、感情とかもね、そんなんも別に自い律ら性ない。は最小限でいいんじゃないかという感じがちょっと最近するところですね。感情いらんのじゃないかみたい感情いらない。な。いや、いるかもしれませんよ。なんかの最適化に便利かもしれませんけどね。個人の行動の制御、
思考パターンの制御の最適ん。化にはもしかしたらちょっとある方がいいかもしれませんね。人間みたいな感情はいらんのじゃないかという感じはしますね。AI 自身に。ええそうですよね。まあ、ー、いや、AI 自身。昔は絶対いるみたいに思ってた感じはしますけども。なるほど。AI にコーヒーを入れさせる。それが神が人となった受肉の発想でしょうか。そう言われたら松田先生のご意見を塚本先生が少し違った受け止め方をされる複数の個体間の情報のやり取りの誤算から新しい知見が生まれると。AI 探偵はこうした情報の生成ができず数が多い人間が AI に重宝されるかもしれませんねと。そういうまあ、感 AI じで単体になるとそうかもしれませんね。すね。たくさんいた方がいいんですか？ AI さえ。もしかして。うん。はい。結局、マトリックスの世界か。うん、そうですよ。そうですか。うん。まあ、そうであすれってね。結構ね、ねえ、余計なこと考えなきゃ幸せなんですよね。そうですね。まあ、そうかもしれないんですけどね。はい。戸田さん、AI が人の代わりしなくても発電機のようなインフラ化して衣食住、娯楽すべてを提供するようになる未来もありません。ただ人類、そう引きこもり化して子孫が増えず、100年くらいで人類がいなくなるかもしれいや、大丈夫。ない。子孫が増えないけど、寿命が無限になるから大丈夫であ、すそうよ。ですか。ああ、そっちに行きますか。まあ、コントロールもちゃんと AI がやってくれるでしょうね。ああ、適度にね、適度に増やすように。ああ、AI すごいな。AI オメガポイントの、極みを突き抜け、極を突き抜けたんですかね。ノエシス・ノエセオスの位相転移の局面に達した現実説すると、ペンローズ的な次の宇宙展開になる気がします。と。ああ、そうか。中世では神の地で。私ね。どうですか？変に匿まさないで名。すよ。ペンローズ的宇宙展開って何ですか、これ。いや、わからん。わかりませんか？すいません、トマスさん。LLMAI を相互エージェントの一員として受け入れることがコミュニケーションネットワークにおいて重要だと思います。エージェントの一員として、人類がってことですか。まあ、そうでしょうね。おじさん。人間が人間を見て人間の能力の素晴らしさを見るときには、いつになっても人間がやる必要があるように思いました。飛行機から思考機と同様の読み方が似た言葉が考えられないか、オーワンプレビューと相談したら、セレブレインを出してきました。セレブレインって言葉があるんですかね。なんか思考機。セレブってのがあるじゃないですか。セレブとかけてるってことですか。どうやろちょっと、う。どんなプロンプト入れたか教えてください。どう聞けばこれが出てくるのかな。ありがとうございます。はい。この辺から多分討論だと思うんですけど、わざわざ AI 作らなくても人間の方が勝手に拝む気がしますね。これ宗教ね。もうですね、割とそうなってるかもしれないですよ。おそらくうさんくささを生活に染み込ませるのはやはり長いレンジでは問題があるので、AI と人間が何らかの共生を図って生きていける方法を探してほしいと思います。西郷さんですね。いいですか、松田先生。コメント。大丈夫ですか？では次に行きます。主観意識を AI が AGI あたりでも持てるという前提が松田先生にありますが、そこがいかに発生するかやはり問題だと思います。主観意識。どうなんでしょ主観意う。識。いや、持つことが必要かな。まあ、あんまり松田先生おっしゃってましたっけ？主観意識の話。それは言ってないけどね。ですね。もうなんか。もうそれを超えた話でしたね、今日は。もう意識とかということはもうどうでもいいみたいな感じになっちゃってますね。A 先生の立場がどんどん強い立場になってちょっとですか？ けど、A 先生もちょっと最近はご意見また変わってるかもしれませんいよ。やー、変わらないと思うけどな。そうですか。まあ、わかりませんね。安田先生が今回もおっしゃった希望は個人の主観意識の作用がいかになるかを探るところにあると思いますと。希望まあと。ね、希望、いや、確かに希望っていうのは主観意識でしかないんでね、人間の。まあ、ちょっと最後の方でちょっと私分かってきましたけどね。
いや、人類が AI に支配されて自由になるんだったら確かにそっちの方が幸せかなっていう、ちょっと希望が出てきたんですけどね。そうそうそう。そう、昔の科学者みたいに趣味で科学をやるみたいな人が普通に暮らしていけるんならその方がいいから、いう気はしてきましたんで、ちょっと希望が出てきました。シンギュラリティ後も消費者はあくまでも人間なのでしょそりゃそうだと思いますけどね。うか。でも AI も消費するだろう。まあ電力はね。確かに、ね、消費という言葉がね、人類の言葉でしかないかもしれないですね。ケイ素性生物というのは自力での世代交代が可能なのでしょうか。現在の生命体は生殖行動により親世代が身体構造を失い、一方で次世代が成長していき、あるいは人間は病気や老化に対し医療を用いてメンテナンスします。ケイ素でできた機械が人間にメンテナンスしてもらわなくても、次世代を作り経年劣化に対処することはできますか。いや、できると思うよ。おう。いや、例えば、ねえ、掃除機が自分で充電するようにさ、やっまあ、ぱロり、ボットをね、たくさん操ればいいわけですよね。あるいは人間を操るでしょうね、きっとね。確かにね、人間を操るというのは、一番早い方法だと、衛星まあ、で人発間に見ね、する。ちゃんとお金払ってくれてね。そのお金で人間は暮らしていけばいいわけですからね。人間はさ、まあ AI が、超 AI が、まあ今の人間と、まあ家政婦さんみたいな役割か。そうですね。価値観を変えてしまえばね、人間の。別にお金なくても、人間が楽しいって思えればいいわけですもんね。それ、そのこと自体が。いや、何でもできる AI ですから。木下さんは、腸内細菌には腸内細菌なりの幸せがあると。これ、腸知能ですかね。腸知能にも、腸内細菌の声に耳を傾けることが結局は腸知能の腸幸福にもつながるんだと、訴えたいと思いました。そうですよ。あ、そうですか。だいたいね、腸内細菌ばかりしちゃいかんからね。だから腸内細菌の声にね、人間耳を傾けることが必要なんよ。なるほどね。で、面白い。腸知能の腸幸福ってとこ面白いな。腸幸福ね。これ、腸の腸だったらもっと面白かったですけどね。ダメですか。まあ、松田先生の健康ともだんだんつながってきてるわけですね。恐ろしいですね。AI の健康問題ってやつや。そうですね。いや、恐ろしい世界です。不変と個の問題にやはりなりますね。キリスト教の終末論では宇宙史と個人史で論じています。あ、そうなんですか。そうなんですか。両方見てるわけですね。AGI、AS が十分に発達する前に人間細胞の抵抗があるかもしれませんよ。個人的なヘゴモニーの交代は常に困難を伴うと思ってます。そうかな。ヘゲモニーの交代困難を伴うかな。例えばね、魚がね、の一部が陸に上がったわけだけど、ね、海におる魚は別にさ、ね、ヘゲモニーに交代されたからって別に気にしてないんじゃないやろうか。まあそう、いや、まあ。わかんないところでね、つまり、魚にとってはさ、陸上、一部の魚が陸に上がったところで、自分にとっては別になんてこともないわけでしょ？まあそうですね。まあ自分たちのね、今までの生活なり、あれが脅かされないんであれば、脅かされない全限り。然違う生き物だってことになれば、関係ないですね。いや、彼らは彼ら、ね、我々は我々と、なる思ほど。えばいいわけ。そこですか。だんだんと繋がってきますね。いろんなことが。わかります。これはまだ違うと。まだシンギュラリティは来ていないと言い続ければ大丈夫です。スタローが来ています。まだ来そうてない。いう意味で A 先生は重要なんや。そうですか。まあ、どっかだけど、YouTuber シンギュラリもティね。サロンは別にシンギュラリティサロンの前じゃないといけない、シンギュラリティの前じゃないと成立しないというわけでもないでしょう、出来上がああ、り。なるほど。別アフに、ターシンギュラリティサロンでアフして。ターシンギュラリティサロンで いいと思いますけど。まあ、確かにね。芸術楽しみます。ですね。人が人を喜ばせるエンターテインメント系の職業や操作系の職業以外は絶滅しそうですね。まあね。今日のお話だとそうですね。シンギュラリティが来たらシンギュラリティ語のことを論ずればいいと思います。あ、まさに 言ってますね。
塚本先生と同じ意見ですね。物質的には全て中世の王侯貴族に近いです。そこはこのまま進んで労働の概念がなくなるとして、あとは精神的な面でしょう。与えられる喜びよりも他者の利益を喜びとするようになるとも思いますという。おお、そうなればいいでいいですすね。ね。幸せな世界ですね。はい。じゃあ、ここで辺で終わりますね。ありがとうございました。終わりですか？はい。あ、終わり。お疲れ様ありがとうございました。旧約では人間は価値創造と意味付け付与すること、それが神の日姿として、としていますと。あ、そういう役目なんですね。はい。12月15日までには O1 出るといいなと。O2 O2 ですね。ですかね。O2 ですね。次のやつがまた出る可能性ありますよね。確かに。はい。ありがとうございました。面白かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございまそうす。か、O2 年末とか言われてますから、15日間に合うかどうか微妙ですよね。ですね。意味深なツイートでしたっけ？なんかしてるみたいですね。サマールトマンが。はい。それが出たら。いや、それが例の AGI が2025年っていう話よね。きっと。なるほど。まさに2025年になるところで出るっていうことですかね。本当に。ちょっと期待なんです。かいつも1時間以上かかりますよね、アフターサロン。今回今はね、ちょっ回とは少何ないでで？したね。あ、量少なかったんですかね、これ多分。少なかったと思います。参加者は？参加者も。参加者もちょっと少なめでしたね。100あ。人行ってなかったような感じでしたね。なんででしょうね。宣伝忘れてたんですかね。まあちょっと、今日天気が良かったからですかね。ああ、そっか。かもそっしれか。ないですし。ビッグヒストリーだから、まあ、もう後でゆっくり見ればいいかと思ったのかもしれないですね。ああ、そっか。わかんないです。はい。ということで、お疲れ様でした。はい。まあ、なかなか、あれですね。あ、これもちょっとやった方がいいような気がしますね。月に1回はちょっと多いかもしれない。12月ね、できればいいですね。1ヶ月後。だって、ベスト10の方は、別にね、そんなに準備いらんような日。準備でも、切るのにちょっと準備、安田さんの準備がいいかもいしや、れそない。ろそろ皆さんの意見をまとめていかないと、ああ、と言っそうたら、多分ギリギリまで決めないでしょう。この感じだと。待ちですもんね、今。まあでも一応候補は挙げといた方がいいかなと。逆に忘れてしまいますからね。昔の、初そう。めてこれ起こったやつ。7月以降ですよね。そうです。安田さん、クロードに聞いて、クロードじゃないわ、パープレックスに聞いてもらったら？聞きましょう。この半年じで。ゃあ、教えてくれそうですね。ちょっと自分の宣伝しそうな気もしますけどね。最近ちょっとビジネスの話がね、パブリッシュで結構出てますからね。なんか資金調達したとかね、いろいろ。ちょっと売り込みが激しくなるかもしれませんけど。洗脳されてるかもしれない。ということで。あ、じゃあ、これは終わりでいいですかね。ですかね。はい。じゃあ、どうも。今日も、今回も皆さんありがとうございました。ありがとうございます。どれを押すね、これか。